じゃこんにちは。さあ今日も阪神です。もう疲れた。疲れてない。阪神はね、すごく味のある選手もたくさんいるし、そうなんですよ。好感の持てる選手もたくさんいるな。いっぱいいますよね。中でも今日は坂本誠志郎捕手、キャッチャーのをピックアップしたいです。よくピッチャーの話の中で誠志郎さんがとか、誠志郎がとか。よく聞くな、聞きますよね、やっぱりリードで助けてくれたとかね、はい、まあ確かにその通りかなっていう節はあるよ、うん、今シーズン、本当、梅野選手が怪我で離脱になってから、正捕手としてそこから守っていて、はい、で優勝を最後まで導いてというところで、まあ、試合数も過去の中でも、今年は一番最高の試合数も記録しましたし、安打数も記録しましたし、まず、その坂本選手の凄さというのは、どこら辺にあるんですか？リード嫌味がない、まあ分かるかな、強くないというか、こう強いキャッチャーっているんだよ、オラオラ系の、まあそう言えばそうかもわからないけど、でも君の投げたい球はこれでしょみたいな、あそうですみたいな、そんな感じがするんだよ。投げたい球でもおこれしかないぞみたいな、そういうことじゃないみたいな、あなたの投げたい球はきっとこれですよねみたいな。そういう感じなの。だからすごくね柔らかいの。なんか包み込むような。そう。その優しさと、はい、なんていうの、お前のこと分かってればおいでみたいな。うん、なんかそんな感じがするの。見てるとね、はいなかなか表現的にはちょっと難しいかもわからないけども、うん、お前の投げたいのはこれかこれかこれでいいだろみたいな、そういうんじゃない。これだよねって。うん、なんで分かんのって分かってるよ来いよみたいな。そんな感じがするんだよ。だからすごい会話ができるというかさ、バッテリー間で「あそれじゃないです」って言ったら「あそうかそうか分かった分かったじゃあこれだな」みたいな、大体2回ぐらいで決まるから、早っ、首振られてもそうなんですね。球種の多い人って3回までには決めるな、多分。じゃあピッチャーを気持ちよく投げさせてあげて、どんどんいい球を放らせるようなタイプなんですか？気持ちよくじゃない、気持ちよくではない、でもね調子に乗んなよっていう時もあるんだよ気持ちよくなりすぎんなよって、そのぐらいね繊細にリードしてるというか、なんかねそれが伝わるんだよね、なんか見てると、いやいやお前これあんまり調子に乗りすぎたらやられるよってだからちょっと待ってちょっと待って抑えろ抑えろって、ちょっと一球ボールにしとこうなって、うん、とんでもないボールでもいいから来いみたいな、はい、もうね気持ちよくなってもう猿が木に登るみたいな感じのピッチャーもおるから、はい、だからそうじゃなくてそうもさせない。うん落ち着いて落ち着いてみたいな、だからまあそういう意味ではすごく大人というか、うん、そんな感じがする。坂本選手っていくつだ？坂本選手はですね今29歳です。11月で30歳になります。いいキャッチャーだな、でもな明治大学からです。そうですよね。あれ何戦でしたっけ？広島戦で金土日と村上投手、大竹投手、伊藤将司投手が全部10勝していった先発陣で無四球全員が卑怯だよな自分たち取るくせにさ相手にやらないなんてまあ卑怯ではないけどさそのもちろんピッチャーがすごいっていうのもあると思うんですけど、その無四球の投球をさせてるその坂本選手っていうのはこれまた。どういう、いやだからストレスがないようにリードしてるというピッチャーがね、ただし勝負どころでは厳しいボールもいってるはずなんだけども、はい、それでも出さないっていうのは、うん、バッターを不利な精神状態に追い込みながらボールを振らしてる、ねうん、だからそういうこともできるし、いやまあよく見えてるよ、だからやっぱり。うん、で特にね本当大竹選手と組むと10勝2敗っていうすごいこう組み合わせというかマッチングというか、まあねうん、そのなんか相性というかあるんですかね。いやリードの良さってあるよやっぱりね、うん、何を出すか出さないかっていうよりも、はい、人間的な関係が良好だということだよね、うん、多分、うん、こう会話のテンポだとか、まあ、ベンチで入って座ってる時に打たれた、うん、その反省で、まあ、こうだからこうだったんじゃないのかなとかな、はい、そういう分析力とか伝え方とか、うん、まあ、そういうことも含めてやっぱりいいキャッチャーなんだ多分。ただねリードは絶対じゃないもん、言えば、はい、いいとこに決まってもさ、はい、それはただ決まってると思うだけで、バッターにとってはものすごく甘く見えてる可能性だってあるしね。だからそういう意味ではそのリードは絶対的じゃないけども、姿形、座りだとか、キャッチャーの座ってる姿だとか、考えてる姿だとか、そういうものがピッチャーから見てやっぱりこう信頼が置けるんだよ。だからリードが正解になってくるんだよ、ピッチャーから見ると多分ね。絶対やっちゃいけないリードっていうのもあるよ、もちろん、基本的に考えると。だけどそれは絶対やらないキャッチャーだから、うん、それは頭いいし、はい、それは組み立ての中でしっかり持ってる、うん、でもそれを出すタイミングだとか出すリズムだとか、こう話をしてて会話がつながらないっていうやつはいるでしょこいつは何言ってんだみたいな。いやそれ分かるって言いたいことあるけど、これの言い方って何よみたいな。あるでしょ、はい、だからその姿がやっぱこのサインの出し方って何よとか、やっぱもうピリついて投げてるからピッチャーって、ね、でもそれを冷静に柔和にさせてくれるのが坂本誠志郎なんだと思う。持ってるものなんですね、彼自身が。だからちょっとおかしいなと思ったらすぐマウンド行ってタイム取って、うん、そうですそうです、ね、話をして落ち着かして、最後腰のところをポンポンと叩きながら、まあ、帰っていくという姿がいつもなんだけども、だから人がやることだから、うん、人なんだよね多分坂本って、はい、だからそこが立派なんだと思うよ。だからね、エンドラン出したりだとかランエンドヒットの形でもさ、絶対なんとかしてやるっていう形が見えるもん、うん、そのバッティング一つにとっても、はい、だからそれが全てキャッチャーとしても出てるんだと思う。なんとかするから信じてくれる、信じて投げてこいみたいな、うん、そういうことがあるんだと思う。それが伝わるんだと思う、ピッチャーに、相手に。だからいいキャッチャーってさ、打った投げた、盗塁刺したじゃなくて、うん、信頼関係だから、はい、そういうことまで構築させてる普段の坂本誠志郎の姿が素敵なんだと思う、俺は。うん、だからここ走ってくるかも、少しでもキャッチャーに協力するためにクイックを速くしてあげようとか。そしたら坂本がそれに期待応えてさしてくれてゲームセットとか、はい、まあそういうことにもつながるんだと思うよ。もう人柄なんでしょうね、その人柄がなせる技というか。いや絶対そうだって、人柄が良くないと、そんなにヒーローインタビューで「坂本誠志郎坂本誠志郎誠志郎さんが」とか「誠志郎が」みたいなそうは言わないって。愛されてるんですね、いやだと思うよ。そうですよね。だからキャッチャーとしての能力も高いし、普段やっぱりピッチャーとのその会話の中でね、まあいろんな会話があるだろうけども、ピッチャーの気持ちを汲みながら、だからピッチャーの気持ちを一番こう分かってるのかなって思うよね、キャッチャーとして。キャッチャーとしての要求っていうのはあるかもわからないけども、ピッチャー主導で考えてあげられる余裕のあるキャッチャーかな。でもここは違うって言った時にはちゃんと説明に言ってるよ、うん、まあ、ここは俺に任せてくれないかとか、はい、ここは絶対こうだからこうしちゃいけないからねとか言ってると思う。そういうコミュニケーションも普段から非常に取ってるのかもしれないですね、投手陣の。でももちろん取ってると思う、うん、ミーティングでもずっとバッテリーって一緒だし、はい、で会話も交わすしね、うん、だからその中での会話でこいつとは話が弾まんなっちゅうやつじゃないんだよ話しやすいなみたいな、はい、聞き上手やなとか、うん、まあそういうことなんだと思う。いるもんな、ほんとこいつと会話が進まんなみたいなようしゃべるなってやつもおるしな、まあいっぱいタイプいますもんね。まあその中で いろんなタイプに合わせられるのが坂本の人間性なのかなって思うよね。そうですね。で受け入れてくれるという、うん、やっぱりピッチャーってわがままだから、どちらかというと、うん、受け入れてくれた方がやっぱ信頼度が置けるわけ。だからそこら辺の懐の深さっていうか広さというか、まあ、そういうのは坂本誠志郎は持ってるんだろうなって思う。だからまあ想像できるけどね、そういうふうにはね、うん、年上でも後輩でも関係ない。後輩だと例えば話しやすいような雰囲気を作っておくとか、先輩とかでも先輩なんかケアできるような話し方にするとか、まあ、それぞれに変えてるんでしょうね。だからまあそこら辺がセンスなんだよね。センスですね。だからその人との接していく上でのセンスというかさ、そういうものを持ち合わせてるんだろうなって思うけどね。西勇輝投手がこの前完封した試合なんかも、西勇輝投手が喜びながら坂本選手のところにわきわき走っていって、西勇輝投手が完封したみたいな、それもやっぱ引き出したのが本当だな、坂本捕手ですし、あの時はやっぱりリーダー見事だったと思うのはインサイドバチバチすごかったありましたよね。本当にだから今日の西はいけると思ったんじゃない。それをやっぱ瞬時にやっぱりもうやっぱね、1球受けただけで、あ、こういう組み立ていけるなっていう感性も備わってるんだと思うよ。あ、ここにこういう要求して、あ、ここ投げ切れるんだと思って、うん、じゃあこういう組み立てはみたいなのだったら、あ、チバチチバチに小隙間なんですよね。その頭の回転の速さとか組み立ての速さっていうのも持ってる才能の一つというか。あ、そうだな。今シーズン最初、岡田監督が梅野選手を正捕手でいくっていう話がありながらも、でも梅野選手が悪時点でこうなった時に坂本選手がいてっていう、だからもうそれはね、岡田監督の頭の中ではやっぱ坂本誠志郎っていうキャッチャーの評価っていうのはものすごい高かったと思う。ただ体力的なものとかいろんなことを思うとさ、やっぱ実績的には試合数も含めて梅野の方がだいぶかぶってるわけじゃない。はいね、で実績を見ると坂本っていうのはそんなにかぶってない、だからどの程度の実力かわからない、でもバッテリー組まして見せると勝ち星を取ってくるみたいな、あ、なかなかいいキャッチャーだなって認めつつも、全体的を見たときに梅野なんじゃないかっていうバッティングも含めてね、いうことがあったと思うんだけども、でもそういう経験をさせてて梅野がいなくなったときに正捕手にした、まあこれはね、やっぱりこう使いながらだから梅野を休ます。ね、梅野が調子が悪かった時に坂本みたいな、まあ、そういうことを使ってたからね、梅野が調子が上がるまで使うっていうんじゃなくて、はい、まあ途中でやっぱ坂本っていうのを出してきたからね、まあこれはうまく回ったなと思うけども、まあ組ますとほとんどのピッチャーが勝ち越すというね。青柳投手は5勝0敗なんですよ。ね、帰ってきてから5勝全部坂本投手とっていう。やっぱね、インサイドの使い方がうまい。バシバシここに決めないと勝てませんよっていうリードです。はい、決まりましたね。もう一回行ってみましょう。決まりましたね。なんで坂本選手だとインサイドいけるんですかね、ピッチャーが。じゃあなんでだろう。いや、なんでか知らないけどそれはやっぱ、あ、坂本がそういうんだったらって思うんじゃない。だんだん坂本マジックにピッチャーもはまっていくんですかね。はめていくよね。すごいな。でしかもファンからもやっぱり愛されてる選手ですし。来シーズンどうするんですかね、岡田監督。来シーズンの起用方法、キャッチャーも。でもそれはまた競争だよね。あ、キャンプから。まあそれは梅野がいない時に坂本が頑張ったから、うん、じゃあ坂本かって言ったらそうじゃない。やっぱ木浪も1試合休まして小畑が3本打った。いや、すごい活躍したなって、うん、次の日外してるからね。うん、だからそれはまだ競争で、レギュラーとレギュラーじゃない。人っての使い分けっていうのは岡田監督がするけども、それはまあ坂本は坂本で、まあ来年また勝負だよ。そうですね。そりゃそうだよ。そっか、また来年は一からっていうことになりますもんね。でも坂本がいるから梅野が思いっきりできるかもわからないし、でもピッチャーも悪かった時に坂本がかぶったらなんか今日はいけそうだみたいな思うかもわからない。なんか負け運んでても、じゃあちょっとキャッチャー変えてみたらそこでまだいい流れが。それ言いにくいんだよね。梅ちゃん、梅ちゃんがまだダメだって言ってるんじゃなくて、お前なんかそうやって遠回しに言ってるみたいだからやめなさいそれ。私梅野選手も大好きなんで。そう梅ちゃん、梅ちゃんってね、お前が梅ちゃんって言うなって大きなお世話だよってコメント欄に書いてあるけど、昔から梅ちゃんって呼んでる。そうですね、確かに。いやでもその切磋琢磨しながらっていういいライバルがいるっていうのはいいですね。だからでも梅野もね、怪我してね、坂本がいるから無理しないで治療に専念もできるだろうし、うん、ああよかった、優勝できてっていうふうには思ってるはずだしね。そうですよね、だから2人でね、切磋琢磨して、はい、まあキャッチャー今1人だけでやり抜こうっていうチームはいないしね、うん、本当にいい相棒ができたみたいなね、はい、まあそういう形にはなっていくと思うけどもね。そうですね、はい。